今日はヨーナピちゃんのこの髪の毛のセットの仕方を映像でやりたいと思います。スタート。はい、それじゃあ始めます。これ私が使ってるのはこれです。めっちゃ安いやつだった気がする。温度の調整もできないし、まあでも割とコンパクトめに持ち歩けるっていうのが個人的に重要だったのでこれにしました。とこれカールとあとストレートもできるのでこの2つ仕様でやってます。で私ブリーチめっちゃしてるので温度がね100-200度超えちゃうともうほんとチリチリになって取り返しがつかなくなっちゃうのでずっと置いとくとやっぱめちゃくちゃ熱くなっちゃうこともあるんですけど、まあなんか体感的にやっています。まだ前髪から、前髪めっちゃ伸びた。今ね自粛期間なんでみんなの前に出ることもないしと思ってライブもないのでなんとなく意味もなく前髪を伸ばしてみてます。でもそろそろ切りたいから切ろうかな。前髪はいつも自分で切ってます。で前髪はストレートタイプの方でやっていきます。なんか私小分けにしたりするとうまく逆にできないのでまずは前髪をきれいに整えていっぺんにのせちゃいます。で引っ張りながらまっすぐね、最初は自分の思い描きたいカールを作りながらゆっくりめに引いていきます。ちょっとまだ足りないな、眉毛。短い時は本当に先っちょだけなんですけど今は結構長いのでこのぐらいかな。できました。で温度が下がらないうちにします。溶かしてちょっとなんかよくわかんない長い毛は避けてここをね平らにしてラインとかを整えます。冷める前にやるってのが大事かも。ちょっと照明があれなんで目の影がすごいですけど、でこれはもう崩したくないので止めます。横から見た方がいいかな。こんな感じ。ちょっとここね、あのケープの風で意外と飛んじゃって崩れることがあるんで押さえながら、こんな感じで固まるまでちょっと待ちます。うん。で今日は姫毛もずっと伸ばしててこれも切りたいんですけどね、今日は巻いていこうかな。で今ブリーチがほんと根元プリンがやばすぎて髪の毛結ぶと逆に目立っちゃうので下ろしてます。最近は固まったなと思ったらほどきつつちょっと冷まして引っ張りながら、こんな感じでくるくるを作っています。これ引っ張るって作業しないとめちゃくちゃ縦ロールになっちゃうんで引っ張って縦を伸ばすの大事です。これ逆向きに今やってます。巻きながらちょっと引っ張る。
んな感じ。ちょっと外に跳ねちゃう。くるくる、前髪が巻き込まれないように。では反対向きで巻いていきます。端っこを、ね、まで綺麗にカールするの大事ですね。やばい、切れ毛が。こんな感じで、で後ろの毛たちも今日はカールしちゃいたいと思います。まあ量はあんまり取らないように少しずつやった方が綺麗ですね。で髪の毛長い人は途中から取って巻きながらちょっとずつずらしていきます。はい、こんな感じで後ろの髪も溶かしてちょっとずつ取りながら巻いていきます。反対もやっていきます。同じように。髪質によりますね。ブリーチしてる人は跡がつきやすいというか熱が通りやすいんで早くできるんですけど、ブリーチしてない元気な髪の毛の人は本当に少しずつ取ってしっかり温めて固定していくのが大事だと思います。あと冷ます。暑いとあったかいうちはやっぱまだ癖が取れやすいんで、ドライヤーで冷やしたりとか、それかあとは普通に冷めるのを待つ。こんな感じです。結構デーハーのたてがみになっちゃったんですけど、なんかその辺は私はこういうのが好きなのでこうしてます。ゆるくしたい人は自分で緩めにしてみたりしたら良いかと。手でほぐしたりとかして、なんか私はこの辺が足りないなって
思ったりするんで、ちょっとだけつまんで途中の回転に合わせて足したりしてます。足りないな、負けなかった。くるくる、なんかせっかく温めカールで温めても引っ張って抜いちゃうとカールが結局まっすぐ伸びちゃうので、抜くときは回転の残しながら抜いていくっていうのが大事かな。気になるなって時とかはこの辺も自分で撮って、あんまり後ろはガッツリやっちゃうと変なんで、ささっとやったり、こんな感じですかね。じゃじゃん、前髪の影がすごい。こんな感じです。できました。カール綺麗でしょ。今度こんな髪型のセットのやり方が見たいですとかあったら、ぜひコメントに書いてみてください。と高評価お願いします。 Twitter のフォローやヨーナプチャンネルの登録もよろしくお願いします。またねー。